ナナミのスペシャルブライダルフェア、その1。東雲食堂特製ロシタリア定食か。うん、うまい。ナナミのやつ腕を上げたな。藤沢様、うん、もう食べてばかりいないで少しは考えてくださらないと。何のことでしたっけ。私たちの結婚式のことですわ。まだ何も決まっていないのですよ。式場の場所、招待するお方、どんな衣装にするか、そしてハネムーンはどこに行くか、はあ、早く決めてくださいます。そうですね、まあとりあえず形式ですから軽くでいいんじゃないですか。軽くで。あ、この漬物うまいな。藤沢様、軽くとは何ですか。結婚式といえば一生に一度の大切な日、私はとことんこだわりたいですわ。ミーズさん、はい。押しちゃったじゃないですか、せっかくの漬物が。あなた、漬物と結婚式とどちらが大切なんですか。はーい、お二人さん、いかがでした。当東雲食堂特製ロシタリア定食のお味の方は。ナナミか、とってもうまかったぞ。それはありがとうございます。デザートはいつお持ちいたしましょうか。もちろん別料金になりますけど。相変わらずちゃっかりしてるな。商売ですから。ナナミちゃん、今私たちとっても大切なお話をしているの。悪いんだけど二人っきりにしてくださらない。大切なお話と言いますと、もしかしてお二人の結婚式のことですか。そうよ。やっぱり。実はそんなお二人のために素敵なブライダルプランをいろいろと用意していますのよ。しかも格安で。まあ、ブライダルプラン？ナナミちゃんの安全費をお伺いしたいわ。ね、聞きまして藤沢様、ブライダルプランですって。私たちの。よし、決めた。ナナミ、デザートはだな、ピピラノのミルクあえに。デザートなど結婚式の後お二人様、どうぞ特別室へ。特別室？婚礼の儀、私も本来ならとっくに。老女、一大事ですぞ。まあ、どうしたというのです、ストレルバウ博士。例のミーズ大神官と藤沢殿との結婚式のことでございますが、このわしに仲をどうせよなどと申しおって。まあ、なんとそれは光栄なことでしょう。きっと博士の高名なるご人格をしての頼みと。いや、しかしわしはどうもこういうことは苦手でございましてな。よいではありませぬか。博士の思うようになさればいいのです。必ずや素晴らしい儀式となりましょう。王女がそうおっしゃるなら、まあ、わし流のやり方で。まあ、食堂の2階にこんなところが。今日オープンしましたブライダルサロンナナミです。どうぞごひいきに。お前な。さて、お二人さん、まずは式の形式ですが、オーソドックスなロシタリア神前式をはじめ、地球方式の神式、仏式、キリスト教式、人前式などなどがありますが、やっぱりここはオーソドックスにロシタリア神前式と行きたいですわね。え、藤沢様。はあ、そうしますと、あとは披露宴の段取りということになりますね。いろいろとお得なプランを用意していますよ。で、一体いくらぐらいかかるんだ。だいたいセット料金でこんな感じですけど。高い。お前ボリすぎだぞ。あら、相場ですよ。ねえ、ななみちゃん、予算はいいから私たちの一生の記念になるような結婚式にしてくださらない。しかし。大丈夫です、私はこの日のためにしっかりと
蓄えをしてきたのですから。わかりました。さて、このロシタリア皇室議典によりますと、そもそもマルドゥーンの大神官が最大あるいは降下の場合、それは減俗すなわち引退を意味するのだと。本当に寂しいことです。これまでの長年にわたるミーズ大神官の働きを考えまするに、その引退は惜しまれます。だからこそ今回の婚礼の儀は古式にのっとり、最も神聖なる行事として厳粛に執り行う必要があるのです。盛大に執り行うとして、まず会場全体をスモークで包み、華やかなファンファーレと花火の中、新郎新婦がそのあでやかな衣装をまとい、最上階からゴンドラに乗っての登場となります。まあ、最上階からゴンドラに乗って、なんて素敵なんでしょう。高さ10メートルのウェディングケーキを照らす七色のスポットライト。高さ10メートルのウェディングケーキ。はーい。さらには色とりどりの各国から集めた美しくも珍しい花々、まあ、仕掛け花火による祝福の嵐。これぞまさに神秘と幻想の世界の結婚式でありましょう。あ、ちょっと待ってくれ。想像しただけでも体が震えてきてしまいそうですわ。おい、ナナミ、今時そんな披露宴、あのガジョデンや玉姫閣だってやってないだろう。いえいえ、地域限定でまだまだ盛んです。それにその方が儲かる。じゃなくて盛り上がると思いますけど。あのな、いいのよ、ナナミちゃん。私、そんな素晴らしい結婚式があるなんて全然知らなかったわ。進めてちょうだい。どうなっちゃうんだこれから。